こんばんは。こんばんは。やん、エッチ。ってことで、始めましょう。よろしく。今日は、この水路を3列。いや、4列。いや、10列ぐらい作ってみようか。10は多いかな。まあ、2、3列。この水路を作るっていうプログラムを書こうと思います。10回やって、作った後に、この位置から、ここに移動して、もう一回繰り返すっていうのをプログラムを書く。あ、これは行き過ぎか。20回分。先週じゃないか。前回10個やったから。計算が大変だ。エージェントをテレポートさせるのを使ってみましょうか、今日は。これを使うと、これちょっとまずテスト的に10回じゃなくて、とりあえずまあ2回ぐらいにしといて、2回行った後に、エージェントを、X、Y、Z、座標がわからん。今、これ X が増える方向にこの子が移動しているから、X が、あ、違うか、Z がマイナス2。Z がマイナス2。Z とかマイナス2、X がマイナス2、向いてる方は今プラスの方向を向いてるから、この向きにテレポートさせる。どうなりまんの？はい、来て、プラントって打つと、掘って、あ、どこ行った？全然違うな。プレイヤーの1から2の2、プレイヤーに対して、プレイヤーが今いる位置から X マイナス2、Z マイナス2の位置に移動するっていうブロックか、これは。全然ダメじゃないですか、これじゃ。どうせ中な。動作に関する赤い板が拾わせる。全然いいプログラムがないね。じゃあ。エージェントを行っただけ戻せばいいのか。後ろに2ブロック、前に2ブロック進んだから後ろに2ブロック進んで、さらに左に2ブロック移動するっていう風にすると、じゃあここからやりましょう。プランド、はい。おお、いいじゃないですか。で、また繰り返すと、これが2列になっていくって感じかな。で、上に戻ればいいのか。
繰り返し、じゃあ例えば3列作りましょうだったら、これを全部囲むと、まず最初、ここの部分、なんかメモ帳とかないの、これ。メモ帳とか、なんか拡張機能。あ、なんかおかしなりそう。図形ビルダー、文字列？関数。ベーシック。おまへんな。これが水路を使ってサトウキビを置くプログラムで、サトウ1列作った後に次の位置に移動して、で、上に戻る。それを3回繰り返す。はい。やってみましょう。P 押した。P じゃないわ。おおおおおおお。ちょっと待って。操作がよくわからなくなった、急に。こっち来て、ちょっと離れて様子を見ましょう。うい。飛んで。プーランと、はい。急いで戻ってる。はい、動きが可愛いですね。できそう、ちゃんと。じゃあ、あとこれを繰り返し、10。じゃあ今日はね、変数を覚えましょうか。変数、水路の長さ。長さ。このね、水路の長さ、ちゃんと説明しよう。水路の長さの数字はここですよね。これを10回繰り返すと、水路の長さが10になる。から、これで10列のもの作れるのかって思うじゃないですか。ね。プランとってやるでしょ？そしたら、まあ、確かに10、長さ10の水路を作るけど、あれ？横に作らずに、2マスだけ戻って、水路を作り始めました。バカチン。なんでかっていうと、後ろに、ここも水路の長さだけ戻らないきゃいけないってことで、ここも10にしなきゃいけない。はい。ってことで、この水路の長さを自由に変えたいときに、ここを5にしたかったら、ここも5にして、ここも5にして、っていうふうに2つの数字をこう管理しなきゃいけないんですよね。で、こういうのってよくバグにつながるんですよ。ってことで、そういうときに使えるのがこの変数ってやつで、で、ここの変数、水路の長さを、例えば、10っていうふうにしておく。で、この水路の長さをっていうこの変数、このブロックが今10って数字になっていて、これを10適用したいところにはめていく。すると、水路の長さはの数字は実質ここだけになって、ここの数字がこの両方に入るってことになるんで、この値の管理がすごく簡単になる。ちょっと、例えば、これ3でやりましょう。3でやろうかな。はい。ちょっと、疲れてきた。今日はこれで最後にしよう。おお、飛んでる。はい。じゃあやります。はい。これで例えば水路の長さを今3にしました。プラント1、2、3。3個戻って1、2、3。1、2、3。ね。これ3だし。
じゃあこれ10にしましょう。違う。チャットは T だっちゅうの。ブラウンと、はい。で、すると、10長いな。待つのがめんどくさいね。めんどくさいばっかり言ってるね。よくないぞ、めんどくさいっていうのは。はい。はい、10戻って。はい、まぁ、こんな感じで、変数を使うと、数字の管理が一つに、なるので、こっち変えたけど、こっち変えてないからバグったみたいなことがなくなるですね。お、途中で止まっちゃってる。どうやらこれ、エージェント動いてる、プログラムが動いてるときに、この C でこれ開くと止まっちゃうみたいなんで気をつけてくださいね。はい。ってことで、今日は、水路を3列作るプログラムを作りました。で、今日新しく勉強したのは、変数使うと、数字の管理が一箇所になって、プログラムがバグりにくいよってとこですね。これは、まあ、便利なんで、大きいプログラム作るときにはよく使った方がいいかな。はい、じゃあ今日も終わります。待って。はい、よいしょ。じゃあ今日も終わります。さよなら、4H。何それ。